みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。この外出自粛の期間中、うちで実験して、そして体を動かして乳製品を取ろうというチャレンジ、その名もバターシェイクチャレンジというのを実施していました。募集期間は約1週間ということで、とっても短い期間だったんですが、なんとダンシングバターシェイクの動画やバターを使ったお料理の動画、写真が届いたということで、皆さん本当にありがとうございます。ということで、もう早くね見たいんですけれども、私も早速みんなで一緒に見ていきましょう。まずはバターシェイクのダンスの動画をみんなで見ていきたいと思います。それではレッツサイエンス。衝撃で固まってバターができるっていう原理なんですけれども、もう、ね、とにかく振ってたね、みんな。あの振り付けをつけたんですけど、その振りもしっかりと全部マスターしてて、もうびっくりしちゃいました。みんな上手で、いやーこれ泣けるありがとう。あとね、美希先生とかに言ってくれてる子もいたね。本当嬉しいし、あとね、ご兄弟かな、途中で乱入してきてね、こんなになってる子もいたね。いやー、もうこれはもう永久保存ですね。本当にもう心がね温まりました。ありがとうみんな。またね、ショーで一緒に実験できる時も楽しみになる動画だったなと思います。みんな本当素晴らしい動画ありがとうございました。はい、ということで次はダンスで作ったバターを使ったクッキング動画や画像も募集したところをお送りいただいたということで、本当ありがとうございます。そちらもご紹介します。それではレッツクッキング。できました。あ、これもバターできてる、すごい。あ、これはパンに
これパンに塗ってるんだね。え、美味しそう。お、あとはジャガバター、いいな。これ美味しいんだよね。お、あとはこれは作ったバターかな。あ、すごいたくさんできたね。すごいすごい。これにどうするんだろう。何作ってるのかなこれ。この色、抹茶？あ、すごい。でも抹茶のパウンドケーキ、美味しそう。なにこれ、すごい、作ってみたい。あ、なんかまた今度はすごい色ですね。これはフレーバーバターということで、すごいいい香りのするバターを作ってくださったみたいです。ありがとうございます。そしてさらにこれは鮭のムニエルですね。でこれはバジルバターで作ったということで、おー、美味しそう。すごいよだれ出てきちゃった。はい、ということで今は直接サイエンスショーという形で子どもたちに会いに行くということは控えているんですが、まあ、このような形で全国のみんなとつながっているということを実感できてとっても嬉しかったです。ご応募いただいた皆さん本当にありがとうございました。今はまだ大変なことも多いと思うんですが、まあ、少しでもこういった形でお家で実験を楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてまたいつかみんなの元気な顔を見に行けることを楽しみにしています。またサイエンスショーでお会いしましょう。みんなありがとう。それじゃあまたね。バイバーイ。